高山長五郎明治19年12月10日は、上野国緑野郡高山村出身の養蚕業者、新恩育を生み出し日本中に広めた。その遺跡である高山社跡は国の史跡に指定されており、世界遺産、富岡製糸場と絹産業遺産群の構成資産となっている。文政13年4月17日に高山村で生まれた。高山家は、 戦国時代以降、この村に住むようになったと伝えられており、高山被告老と共通の先祖を持つという、経済観念に乏しい父のもとで傾いていた家に、あって、幼児に母を亡くし、祖母に育てられた。この祖母が経験な気持ちを持って、養産業に熱心に打ち込んでいたが、解雇病によってたびたび深い悲しみに暮れることがあった。幼い長五郎が、 養産の研究に打ち込むようになったのは、そうした祖母の姿に触発されたものであったという。長五郎は、父が早々と陰性したために18歳で家督を継ぐことになったが、苦労しながらも、体制を整え、安政2年、26歳の時に、本格的な養産に着手することができた。しかし、解雇病に見舞われ、何度も失敗を重ねた。大きな母屋は帰って通気に難があり、 周辺の木々によって日光も不足すると考えた長五郎は母屋を売って産出を立てるがそれでも失敗したその後基礎から学び直すために先行する解雇書を読み漁り養蚕農家を回って教えをこい野外では桑畑や野生種の解雇の観察に努めた文久元年には夏季によって産出を温める温暖育の手法を学び 七度目の挑戦となった、この年に、ようやく成功することができた。長五郎はその後も、養蚕技術の改良に努め、明治初期には、新温育の基本が形成された。彼のもとには教えを請う者が現れるようになり、明治元年からは、鉱山流養蚕方と称した、自身の手法を他者にも教えるようになる。希望者が増えたため、 明治3年からは選ばれた文科生たちが巡回指導を行うようになった。明治6年には高山組を組織し、これは明治17年に高山社となった。長五郎が独自の新恩育を確立したのは、この明治16年から17年頃のこととされている。新恩育は、 カキを取り入れて産出を温める温暖育と島村の田島屋兵が確立し明治初期に広く用いられていたカキの使用を最小限にとどめ産室の風通しを重視する清涼育を設置する飼育法であった高山社は新大育の普及に大きく貢献することになるが長五郎自身は明治19年2月10日に病気により没した自生の区は クの根に魂葉と飲めて枯れに蹴りであったという。墓所は、高善院。法名は、高山院、社僧、高志長石没墓した翌年、農商務省、黒田清隆から賞状が送られ、明治25年に商君局からの追賞があった。大正7年、15位を追贈された。明治24年10月1日、藤岡町、諏訪神社北隣に、 高山長五郎区独碑が建てられ、平成26年6月25日藤岡市有形文化財に指定された。高山社後高山社後は、藤岡市に残る史跡で、長五郎が新運一区に関する研究や指導を行った旧宅である。高山社発足当初の本部でもあったが、本部は長五郎が没した翌年に、鉱山から当時の藤岡町に移転している。高山市は、 平ら世を称し、永6年間鉱山園、江森光恵は、歓迎か見ぎ県政に従って、鉱山城に住み、そのこみ、馬之助重政は、武田氏、御北条氏に属した。ありがとうございます。